こんんんにちはこんばんはここばですこの間木曜日、チェルシーのトマス・トゥヘル監督解任について動画を準備していたところ、エリザベス女王についてのニュースが流れたので一旦やめときましたが、まあ、それに伴って、プレミアリーグの試合が今週末延期となったので、ちょっと時間ができて、遅れまして、トゥヘル監督の解任について動画をしようと思っています。えー、主に3人の記者の情報に基づいて話そうと思ってますけども、テレグラフのマット・ロア CBS のベン・ジェイコブス、そして The Athletic の Liam t o o m e という、まあ、3人とも非常にチェルシーについて詳しくて、えー、信憑性の高い記者なんでその情報を基づいてですね、えー、まずオーナーサイドについて話してそこからトゥヘルサイドの情報について話そうと思っています、まあ、オーナーというとですね、えー、夏に皆さんご存知のように変わりましてトッド・ボーリー あと、まあ、クリアレイクという投資家団体が共同オーナーになっていて、その代表のベダード・エッグ・バリーという方がいますね。彼らのもともとの予定では、トゥヘル監督を全面的に支持するという予定だったんだけど、えー、最初にちょっと疑いを持ち始めたのが、プレシーズン、アーセナル戦で4対0で負けた後だそうですで。それは負けた試合内容結果とかじゃなくて、その後のトゥヘル監督の態度、その反応。 がちょっっととどうかなと思たたみたいですトゥヘル監督は新しい体制の中ではまあもっともっと責任を与えていた非常に大切な存在になったんだけどオーナーからすると彼の態度彼のコミュニケーションがあまり気に入らなかったと言いますねで移籍史上の早い段階であんまりまあ進んでいなかったことを愚痴っていた公にです、ね、トゥヘル監督がそこはオーナーからするとあまりよろしくなかったオーナーが 毎日電話でコミュニケーション、連絡が取れるように、えー、と、まあ、思ってたんだけど、それができなかったら、最低でも WhatsApp、まあ、LINE みたいなあのメールのアプリですね。でもそれでも、返事がちょっと遅いとか、来ないとか、そういうことに感じて、不満もあったのと、あと、取ろうとする選手、直接、トゥヘル監督、説得してほしかった。 直接話してほしかったと思っていた。そこも耐えなかったという、えー、考え方になったみたいです。それから、北京について誰を取るかということに関して、トゥヘルの言うことがちょっとまあ変わりやすいという不満もあったみたいです。例えば、ルカクが出ていた後、もう9番はいらないとトゥヘルが言っていたところ、気が変わって、やっぱり必要というふうになったんだけど、それが遅かったので、ガブリエウ・ジェズスを取るチャンスを逃しました。それから、 中盤の補強についても同じように躊躇して、怪我人が出たので、移籍マーケットの最後の方に、あやっぱり必要と、トゥーヘルがまた気が変わって、最後にバタバタしていた。オーナーが、それでロナウドが取りたかった。もうすぐに 得点をたくさん決めてくれる即戦,即戦力になると思ってたそれプラス影響面でも大きなプラスになると思ってたんだけどトゥヘルはオーナーの思考に反対していたもうトッド・ボーリー会長が、えー、もう彼の言葉ではトゥヘルと一緒にそういった話をするのが悪夢のようなことだったと言ってたみたいです、えー、でオーナーの主張では結局取った選手はクラブが 取りたかったクラップとして取りたかった選手でトゥヘルの取りたかった選手ではないオバマヤンもその一人だという主張ですでトゥード・ボーリーは珍しく会長だけじゃなくてスポーティングディレクターも、えー、務めているので直接現場で選手たちと話すことができましたでそれでトゥヘルのマンマネジメントについて学ぶことも可能だったんだけど 練習場ドレッシングの雰囲気がちょっと中途半端ちょっと、えー、ストレスが溜まってて一体感ちょっと失っているということに、えー、気になりました、えー、トゥヘルのコミュニケーション力はチェルシー監督になって最初の1年ぐらいは非常にはひ 評価されていたんだけど、1対1で選手たちと話すことがそれからだいぶ減ったみたいです。で、多くの選手がなかなか使ってもらえない、それか起用法についてちょっと不満があった場合、1対1で話してなんでこうなってる、どうすればいいかという話がなかなかできないので、不満が高まっていて、夏に大人が変わったタイミングで結構多くの選手が出ていきたいという気持ちになっていた。そのところトゥヘル監督 プレーシーズン何をやったかというとちょっと珍しくチームのミーティングを2つに分けて絶対残る選手と出ていくかもしれない選手と2つのグループに分けたんですね。だけど、後者の方のグループ、出ていくかもしれない選手たちのグループから公式戦が始まったらその選手も何人か使った。でそれでちょっと中途半端になってオーナーがトゥヘル監督が戦術面だけじゃなくて そのマンマネジメント面もペップとクロップ。えー に匹敵すると思っていたんだけどやっぱり戦術はいいけどそのマンマネジメントはどうかなって思うようになったみたいですねちょっと選手たちと距離を感じてでオーナーからすると若手選手をどんどん起用してほしいという都合があったところサウサプトンに敗れた後トゥヘル監督はもうけが人です、ね、中盤選手がいないんだよって話したらいやベンチにギルモート中ュメーカーがいるのにとオーナーが思ってでオーナーがそれで結果 もう少し真剣に見るようになって、トゥヘル監督結局ちょうど100試合もやったんだけど、最初の50試合とその後の50試合比べると、まあ、傾向が全て悪くなっているということがまあ気になった。それでオ,オーナーがリーズに敗れた後、もうトゥヘルと離さないことになりました。オーナーナからすると 新しいカルチャー、新しい社風みたいなものをチェルシーで作りたくて、その中でパーソナリティ、性格、人の態度が重要だっていう考え方になっていて、トゥヘル監督もいっぱいお金使ったことで、 指示を示したつもりだったんだけど、その過程で一緒に働いて、ああ我々の働き方にはこのパーソナリティ、このトゥ,トゥヘルのパーソナリティがフィットしない、彼のコミュニケーション力が足りないということがどんどん気になって、結局、えー、自信を失ったと言います。じゃあ、トゥヘルサイドの情報、トゥヘルからすると出て行きたくなかった。 ずっとチェルシーにいたかった。チェルシーが大好きだったんで、それまで仕事をしていたクラブよりもずっとチェルシーのアイデンティティを強く感じていたんで、新しい時代、 が楽しみだったんで。だから、えー、昨シーズンの終盤、いろいろとクラブが大変な、えー、状況になった中で、他のクラブからアプローチが来ても断っていた。で、えー、クビになると思ってなくて、えー、ディナモザグレブに敗れた翌日に電話会議に呼ばれたら、も、ま、う、あ、クビっていうことを聞,聞かれたら、聞かされたら、がっかりしていた。ショックを受けた。それがから、 怒っていた。昨シーズンあれだけ頑張ったのに、クラブが大変な状況だったのに、シエルも優勝したのに。で、それから新しい契約について合意に達したと本人は思っていたみたいです。で、その電話会議終わったら、いや、もうだいぶ前に俺のことをクビにすることを決めてたんじゃないかなという印象を持って帰ったそうです。だけど、トゥヘルからすると、新しいオーナーと一緒に働くのが相当難しかったみたいで、えー いろいろと、まあ、イライラしていたみたいです。例えば、えー、プレシーズンにですね、えー、チームミーティングに関して、えー、エッグバリー共同オーナーにもうちょっと報告するように言われてたのに、なんでチームのことをオーナーに言わないといけないかと思って、その時点でももしかして、首かもって本人がちょっと心配するようになりました。で、プレシーズンの記者会見でも何度も公に補強の話がすごく時間を奪われていて、本当はチームとのことを集中したいのに、えー、と。 その不満が溜まっているという話をちょっと明かしていたんだけど、どうやらトゥヘルはグラノスカヤがクラブに残った補強を担当してくれると考えてた、そう思ってたんで、オーナーがもうグラノスカヤを失った、もう出したことは大きなミスだというふうに考えてました。チェフも出ていったし。でそれで トード・ボーリーとの関係が大変だったみたいで、もうスポルティングディレクターとして話し合うすると、監督として反対の意見を言ってもいいかもしれないんだけど、スポーティングディレクターがオーナーでもある、つまりボス、上司でもあるんだったら、なんて言えばいいかわからない。そのボーリーはそもそもフットボールの専門家でもないので、どうやら一つは 打ち合わせでボーリーとエッグバリーさんが443のシステムでこういうチーム作りませんかという話をしたみたいで、もうその2人はその話否定してますが、もうトゥヘルがもう打ち合わせ、ミーティングがエンドレス、もう朝、昼、バームずっとずっと打ち合わせが、え。ー あるというふうに考えるようになって、そしてフットボール練習とかフットボールのミーティングの邪魔にもなっているという考え方になっていて、ちょっと怒っていたみたいです。だから時々そのオーナーとの打ち合わせに自分が行かなくて代理人を置いて行かせたこともあったんで、オーナーはそれあまり気に入れなかったと思います。で、まあ、トゥヘルサイドの情報によると、すべての補強に,に関しては一応参加はして,していたザカリア以外。だけど、 トッた選手じゃなくて、ディリクト、ラフィン、ディオン、キンペンベも本当は欲しくて、もうロナウド最初から欲しくなかったので、なんでロナウドの話ばっかりするんだよ。最初からいらないって言ってるのにで、ちょっと不満を抱えてたみたいです。まあ、最初から人間関係があんまりまあ合わなかったというような感じがします。